ベンゼル・クルンプ・ホールツは、チェコのマンドリン奏者、バイオリニスト。幼少期よりマンドリンを学び、この楽器の有数の奏者となった。後年、バイオリンもものにして、1796年には、ウィーンの宮廷楽団で、ファーストバイオリンを務めた。クルンプ・ホールツは、プラハにほど近いズロニツェに生まれた。パリで育ち、フランスの連帯で、軍学隊長を務めていた父より、 音楽の手ほどきを受ける。兄のヤンクシチテル・クルンプ・ホールツも著名な音楽家であり、優れたハープ奏者兼作曲家であった。音楽師屋のフィリップ・ジェイ・ボーンによると、クルンプ・ホールツはベートーベンと固い友情で結ばれていたという。ボーンは著書、ギターとマンドリンで次のように述べている。ベートーベンとの親密な関係により、永遠に記憶される。 彼は、クルンプホルツが大のお気に入りで、かつてはふざけて、彼のことを、我がお馬鹿さんと呼んでいたのだ。また、音楽を制御とするものであれば語らねばならない、ベートーベンとクルンプホルツとの友情として、以下の話が紹介されている。フェルディナントリースが伝えるところによると、クルンプホルツは、ウィーンにおいて、ベートーベンに、バイオリンの指導を行っており、 マンドリンも教えたであろうことはまず間違いないという。カールツェルニーが自転車で使えているのは、彼をベートーベンに紹介したのはクルンプホルツであったということ、そしてクルンプホルツは、ベートーベンの才能にいち早く気づいたうちの一人で、あり、他の者に、それを熱心に解いて回ったということである。ボーンは、クルンプホルツがベートーベンにしばしばマンドリンを弾いて、聴かせていたとした上で、 それによってベートーベンがマンドリンのための音楽を書いたと指摘している。ボーンはベートーベンの一部の音楽のスケッチが書き込まれているスキゼンブックを購入したドメニコ・アルタリアによる研究を引いている。アルタリアは自らのエイトグラフィシャスキズでベートーベンがクルンプ・ホールツのためにマンドリンとピアノのためのソナタを作曲しようとしていたと述べている。この作品は ベートーベンの手帳に書き留められており、ライプツヒのブライトコプフーンとヘルテル社によって初めて世に出されたものである。クルンプホルツはウィーンに没した。彼の死後、ベートーベンはシラーのビルヘルムテルをもとに男性賛成のための僧侶の歌 WOO104 を作曲し、我らのクルンプホルツの突然で思いもよらぬ死に寄せてとした。 クルンプホルツ自身の楽曲は2作品が出版されたに、過ぎない。門弟には、ブノワ・ジョゼフ・ポレがいる。ポレは、ベンゼルの兄であるヤンク・シチテルの下で、ハープも学んでいた。注釈出典。ありがとうございます。